まあ、マスター。どこにもいないと思えば、こちらにいらっしゃいましたか。お時間はございますか？ある？それは、頂上にございます。信じられない、とおっしゃられるでしょうが、この殺生院、何を隠そう、あなた様を探していたのです。ええ、この私が、朝から今まで、魔性の目も使わず、自らの足と目だけで、カルデア中を。おかげでこのような時間になってしまいましたが、それも過ぎたこと。心を荒げるのは後にいたしましょう。何しろ、得がたい日、ですから。私も、まさかここまで心が弾むとは。探し人に思いを寄せる、というのも、楽しゅうございました。なんという、心ない言葉。あなた様からの罵倒とは、また新鮮で。いえ、そうではなく、今日はうららかな春のごとき心でいようと誓ったのです。もう、どうか手心を、マスター。私を恥ずかしめないでくださいませ。こう見えて、未だ修行の足りぬ身。何かの弾みで誓いを破ってしまうとも限りません。バレンタインでございます。日頃の感謝とあなた様の自制心をたたえたく、ささやかながらお返しできればと。意外でしたか？こんな機会を見逃すほど、私は鈍い女ではありません。では、どうぞこちらを。こうして私以外に振る舞うのは久しぶりですが。今回は心を入れ替えてはいませんが、一心にあなた様の姿を考えていたら、このように皆様の愛らしい品に比べれば他愛のないものですが、私にとってはこれが最も嬉しい甘味。あなた様好みのチョコレートを作り、わしの爪のようにその心をつかむこともできましょうが、今回はなぜか私の好みを知っていただければと思ったのです。お嫌でしたか？そうですか。ええ、美味しいですもの、おはぎ。いえ喜んでいただければ私も報われます。だってバレンタインですもの。柄ではありませんが、今日くらいは少女の気持ちを演じてみようかと思ったのです。おい、こいつは見物だぞ。シェイクスピア、またとんでもない傑作の予感がやってきた。ん？何ですかな、我が友アンデルセン。ソファーに足を投げ出したまま大笑いなどされて、何かとてつもない典型が落ちたようですが、その手に持っている書は最新端末のマニュアルでは。ん？そういえばそうだな、なぜ俺は今爆笑した？何か妙な一文でもあったか？いや、これは虫の知らせというやつかもだな。例えばそう、自分の正体を知らないバカ者が柄にもなく見栄を張って着飾ってみたら、それ見たことか。本人も気づかぬうちに露出狂、子供も指さすすっぱだかというあれだ。おお、裸の王様ですな。我が輩大好きですぞ。
我が友らしい辛辣さと優しさが混ざり合ったいい感じで童貞をこじらせた名所ですからな。一言多いなウィリアム。読者からの批評は何でもいいが、物書き同士の批評となれば話は別だ。殺し合いと同義だからな。よし、表に出るがいい。俺も前から貴様の脚本には言いたいことが山ほどあった。よくもパックをあそこまで間抜けな妖精に書いてくれた。おかげで童話といえば妖精だ。見ろこの俺の姿を。この姿で召喚される原因の一端は貴様にあると思うのだがな。これは失礼。今どうでもいいハムシの声が聞こえたもので。それではマスター、食堂に向かいましょう。おはぎには熱いお茶がよく合うもの。私でよければ一席設けさせていただきます。たまには鳥と花だけをめでる風流もおつなもの。しばし浮世の喧騒を忘れるのも良きことかと。今その一歩踏み出して扉を押し開けて大丈夫、その願いが近づくなんて。